それじゃあ聞いてくれ、コロに捧げる聞き合い。ちょっと楽しみだな、初めて聞くわ僕。あ、全員立ったなんだなんだなんだ。ケケアイドル歌ってほしいんだけど、ケケアイドルを流したら歌ってくれるの？ほんとに。おたけ系が持ってる。おたけ系さんいるかな？今日はキッズがいてくれてる。あ、どんどん来た、どんどん来た。あ、終わったこれ。あ、まあ、2曲目だった。あー、一緒にニコニコニコバン、ニコバンだけに。いつ話しかけていいのかわかんなくなった。何かリクエストするな。ケケアイドル、ケケアイドル、ケケアイドル。納豆カルボナーラ。オッケー、それじゃあ演奏するから席についてお前歌えんのか。これ納豆カルボナーラ歌えるの？嘘、そんなことある？ちょっと待って、嘘でしょ、そんなことあんの？検索ワードに引っかかんの？歌えねえよじゃねえんだ、お前エンディングじゃねえかよそれ。俺エンディングやんけ。もう納豆カルボナーラどこ行ったんだよ。桜待ってるし、最悪だこれ。え、いちいち1曲だろリクエスト。ちょっと待って納豆カルボナーラで終わったって、もう最悪だ。え、これほんとケケアイドルやってくれんのか、これで。またこれも同じやつじゃないの？え、ちょっと待って待って待って、これ終われないんだけど。おい、ちょ、もう終われない、スキップもできないんだけど。いつも地獄だよこんな。もう地獄の歌聞かされてるよ、納豆カルボナーラっていう歌。なんかフンフン言ったな今な、今鼻でフンフンしたな。こいつ何者なんだ一体、どういう状況なの。あ、終わった終わった、よかった。まだだったもうもうちょ勘弁してよもう。あ、終わった、よかった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 。なんてね、僕は僕のレパートリーなりの、どんどん飛んじゃってる、どんどん飛んじゃって、聞いてくれてありがとうって。もう一回いけないの本当に？さっきの曲はどうだった？よかったらもう一曲歌ってもいいから。いけんじゃないやね。ありがとう、何かリクエストあるかい？タイトルでも君の今の気分を言ってくれたら答えるよって。あ、じゃああの曲がいい。よー、じゃあここでね。あ、でももらえないんだ。そうなの、もらえないの曲。納豆カルボナーラじゃもらえんの？さすがに。じゃダメじゃん、こう僕もらうのが目的なのにさ。持ち物にあると思う？納豆カルボナーラ。本当に納豆カルボナーラ届いてる？あ、いるいるいる。あ、スミちゃん、スミちゃん帽子かぶって聞いてるの。ごめんなさい、ようやくお話できました。最後には、1ヶ月前だったのスミちゃん。そうなの？僕ちょっと毛嫌いしてたところあったわ。あなたとお話できない間、今使える毛毛テクニック。何 2.0。 おい、どうした？ペリカン、ペリカンじゃねえか、なんだこいつ。あ、マスカラ野郎だ、マスカラ野郎聞いてる。毛毛テクニック何それ、渋くない？何やる本なのそれ、調べるわ。無知の人を啓発して正しい知識をに導くこと怖いよ、僕操られる。何をしようとしてるの、侵略？ためになる本でしたけど、やっぱりコロンさんとお話しする方がいいですね。いや、そのまま本読んでてください。 お前も聞いてんのか？いや、コロン君もう1ヶ月ぶりしかいない。で、僕がなんならこいつに至ってはさ、あ、またどんどん来るな、ニコマンから。こいつに至っては引っ越させた後から1ヶ月ぶりってさ、多分こいつ超嫌うぞ。絶対僕のこと嫌ってるよ。印象最悪だ。他のみんなとはお忍びで会ったりしてたから嫉妬しちゃうけどね。バレてる。めちゃバレてる。なんだろう、お前だけ一人家遠いし。仲間も連れ立ったのかな。まあこうして時々僕に前に来てくれると嬉しいな。かーって。可愛いところあるな。ニコバは？あ、コロン君、ずっとお留守みたいだから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったの。なんだ？あのね、てんてんてん、なんだっけ、その話はまた今度ね。猫、まあ、ぶっ飛ばすぞ。ちょっと、まあ、次こそ、はい、聞かせてと一曲聞いてくれるか。よし、ケケアイドル、ケケアイドル聞きたいよ僕は。びっくりマークつけてる人いるけど、びっくりマークつけるの？これだけでいい？びっくりマークはつけ、いらない？いや、君たちがつけるからさ、ちょ、怖いじゃん。それも入れないといけないのかなって思ったわ。つけない、いらないね。オッケー、わかった。ケケアイドルだけね。オッケー、それじゃあ演奏するから席について。これ、本当にできんのこれで。じゃあ席つくか。じゃあ、スミちゃんの隣に私も、はい、座ろう。それじゃあ聞いてくれ、コロに捧げるケケアイドル。お、ちょっと楽しみだな、初めて聞くわ僕。あ、全員立ったなんだなんだなんだ。音でかくしよう。よし、お、すごい。え、はいはい、あケケアイドルだ。おお。
てててててテテ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 テ耳元でそっとみたいな、なんかそうあったよね。耳元でそっとつって、耳元でそっと、耳元でそっとしかわかんないから、ずっと全部歌詞耳元でそっとだよ。耳元で耳元で耳元でそっと耳元で、超気になる。その耳元で何が起こってるのか相当気になる。あ、いや、サビ入る、サビ、あ、落ちサビ入る、落ちサビ来るぞ、来るぞ、耳元でそっと来るよ。来ないんかい。あ、なんだそれ、知らないの出てきた。耳元でそっとこれだけは唯一わかる。耳元で耳元で耳元耳元でそっと耳元で。終わった、素晴らしい。耳元でそっとっていう曲でした。どうもありがとう。今の曲をプレゼントさせてもらったよ。後で持ち物を見てごらん。マジ聞いてくれてありがとう。やったー、ケケアイドルがこれもらえるの。あ、これ、あ、ケケアイドル入ってる、やったー。ちょっと家飾るわ、さすがにこれはね。やっともらえたよ、呪いの歌とかいいさ。よくわかんないのしか入ってなかったからさ。これが欲しかった、ケケアイドル。来た、え、可愛いんだけどこの二人、うさちゃん。あ、いいな、いいよ。はい、そっと耳元でそっとうちにも流れるよった。いいね、いいね。耳元で耳元で耳元耳元耳元、いいやんこれ。耳元耳元耳元って外で流さない。え、ちょっと外で流せんの。僕はさ、ブーケちゃんと一緒に歌いたいんよ。ブーケちゃんと耳元でそっとやりたいよね。やべえ、もう耳元耳元ってもう頭の中から離れない。もう頭の中、僕が歌っちゃったせいで耳、もう耳元でもう耳を洗脳されてる。ああ、耳元、あ、来てくるぞ。耳元でそっと耳元でそっとごめん、もう耳元曲じゃんか、お前これ耳元曲やんけ。どうすんだよこれ。もう晴れてる日に歌いたいな。ブーケ出てこないんだけど、これ全員歌ってくれんの、この4人さ集めたら。ああ、パタヤもいる。あ、じゃあいいじゃん、全員集合してる大体。え、キッズ悩んでた、引っ越される。まあ出会いがあれば別れもあるからな。プレゼントの可能性もあるんだ。僕はでも去るもの追わないから、キッズも僕は止めないよ。新しい冒険に出てほしい。あー、めっちゃ悩んでる、ほんとだ。あら、コノンさん、実は私迷ってることがあって相談乗ってもらえるって。あー、あなた、この島を出ていくっていう選択について考えてみたことあるかしら。まだまだ知りたいこと、見たいものたくさんあるわ。そこでてんてんてん、よその島へ引っ越しを考えてるの、ダパンク。あー、いいと思うよもうさ、あなたならそう言ってくれると思った。やっぱりさ、本人が行きたい欲を僕は尊重したいと思う。出会いがあれば別れもある、しょうがない。この島での思い出がきっと私の力になるに違いない。だから新しい場所でも大丈夫。めっちゃポジティブやん、お前。相談しなくても普通にお前出てっただろ。このさ、今までありがとう。なんかな、僕はキッズと一緒にトランプした思い出しかねえけど、まあいいや、ありがとうな。私のこと忘れないでね。あ、引っ越す気ねえだろ絶対。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、
携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。